本日の代表は東京24カ所ガイド、はい、はい、予定出してくださいよ。はい、やった。すごいすごい、これ全部やったんですか。やった。いや、なんかどこもかしこもすごい人だって、うん、結構いろいろな X で上がってましたよ。最後結構多かったよ。有楽町、有楽町今日ね、もうこいつ売れてるじゃないですか。今日あんま喋らないようにしてください。あ、世良政則さんのアドバイス通り冷やしてますけども、はい、 Google トレンド見てみましょう。これ見てください。おお、来たじゃん。国民民主党、そう、青いあのグラフなんですけど、見てください。自民党のことも越している日もあるわけですよね。あの自民党がブインってなってる日なんですかね。あれかな、 X の広告ですかね。これ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 。代表、それいなくなっちゃうと誰も見えなくなっちゃうんですか、今ね。ここで見てください。ここでこれビューンって撮ったら、それなので、ほら20日の19日のほら、こう日付が変わる時から X のこのブラウザ広告やった日じゃないですか。わかるんだよ。いや、すごい伸びですね。それでも見てください、もう国民民主党抜きましたから。本当だね。 Google トレンドで、で、その日本維新の会ほとんど動きないですね。ないね。ない。で、立憲民主党、黄色いところですけど、これもまあほとんど動きない中で、国民民主党だって、我々16人の政党ですよ。16人の政党が時に400人を要する政党を検索抜いてる、トレンドで抜いてるわけですから、これはこれ一人に今日集まってくださっている皆さんも含めた選対会議のみんなのおかげだよってウィスパー玉木が隣で言ってます。あ、宇野さんが教えてくれた、8000人って書いてある。そして熊次郎さん、最後まで一票積み重ねる活動しよう。あ、本当にそう、ありがとうございます。週末のアイアンシフトさん、40議席取りたいですね。そう、41人しか擁立してないんですけど、いや全員取る、なんか想像しただけで夢があるな。Google トレンド過去1週間見てみましょうか。そして10月20日も見てみましょう。うわ、これすごいですね。これも見てください、国民民主党の皆さん、青い折れ線グラフなんですけども、これはあの10月20日昨日ですね、昨日1日だけで、1日だけで、かなり国民民主党の検索トレンド伸びております。すごくないですか。でこれ1日あの広告出した瞬間はこう跳ねましたけども、その後はこんな感じで動くんですね。で国民民主党が何にもあの自力に勝る皆さんだけがシェアをしてくださっているというので、このぐらい伸びている、本当ありがたいことです。これ代表気にしているんでね、あの新葉玉木も見てみましょうか。はい、新葉和也また盛り返してまいりました。はい、これ何ですか、やっぱりあの新葉さんのYouTube ライブの同説が1万7000だったら、代表も超えたいわけですか、それを。超えた。はい、青色でね。タッキー一郎、超えた。なんかこう、2人でね、ライブ同説人数を競っているっていうのが、あの、すごい。同説9000だって。同説9000、生徒の、こんな、生態会議に9000も集まるなんてことは本当ありえないです。五郎さん、これ直してもらっていいですか、コメントが全然見えないんですよ。新馬さん、新馬さんは明日愛知に来るって、何で分かって知ってんだろう、みんな。ありがとうございます。林社長から来てますよ、また。田畑さんが40代ですが、僕も比例は国民民主党に投票したいと思いますという、まあこんな影響力のある方がこうやって堂々と国民民主党に投票すると意思表示してくださるって、本当にすごいことですよ、これ代表ね。うん、でしかもそれに林社長が分かる、国民民主か維新ってなってますけども、これなんか国民民主か維新っていうのをね、音喜多くんつぶやいてましたけど、あれどっかに着地したんですか。今日ね、うん、今日ね、あったんでしょ、高野バナーあって、お互いエールを送り合った。
見ました見ました。それ最初代表が話していて、玉木雄一郎、音喜多駿、小泉進次郎、高田馬場、熱いじゃないですか。はい、 SP の数が多かった。 SP の数が多かった。玉木雄一郎の SP の数はゼロ。今日でもね、朝から、警視庁の SP さんとくっつけてくれてた。これ聞こえるのかな皆さん。朝から回ってたら警視庁の SP さんが遠くから見守っててくれてた。なんかね、はい、やっぱりちょっと注目されてきてるので。なんかね、ちょっと注目されてきてるので、なんかあったらね、なんかあったら大変だって言うんで。ちょっと待って、ね、はい、演説会場のね、演説会場のねところに来てくださって、SP の人見た。はあ、 SP のつかない野党第四党党首にも SP が今つくようになったと。なんか私の地元 のテレビ局の方が、格闘の演説みたいなのをやってる時に、自民党の次が国民民主党だったらしいんですよ。普通自民党あって、野党第1党があって、第2党があって第3党があってって順番になんかこう小さいところになっていくじゃないですか。自民党の次が国民民主党だったらしいんですよ。これなかなか注目度が上がっていて、これ皆さんも新聞等の報道でご覧になったかもしれませんけども、今20代30代の2枚目比例の投票先が自民党を抜いて、国民民主党が今第1位になってるそうなんですよ。もうにわかに信じがたくないですか。でもね、うん、NHK の今日調査出てたんだけど、 NHK の今日調査出てたんだけど、やっぱあんまり上がってないんだ。あんまり上がってないんだ。だからやっぱ高齢者向けはダメだね。そうか、だからちょっとこれは気合い入れて、これこんな数字に浮き足立ってないで、浮き足立ってないんですけど、ないんですけど、でも純粋に嬉しいじゃないですか。今日の激文、出した激文、激文、はい、読みました激文。もうチラシの最後の1枚まで配り切ると、やるべきことをあげて、それを全部やりきったものの先にしか勝利はないっていう、あの激文ですね。はい、私も読んで振り立ってましたよ。でも本当に各地でみんな頑張ってます。これ木曽さんの投稿です。公明党の石井啓一さんに国民民主が競り勝つ可能性あんの、これ本当に勝てたら大金星じゃんと書いてあります。埼玉14区、これなかなかね、国民民主党の候補がまさかっていうふうに皆さん言ってくださるんですけども、これ全国的にも今大注目区になってます。なんせ、石井公明党代表ですからね。代表が選挙区で、国民民主党、これもまさにいわゆる大盤狂わせ、大金星、ジャイアントキリングってやつですよね。いかがでしたか。玉木代表のおっしゃる NHK の調査はこちらの通りです。21日に更新された調査ですが、確かに国民民主党の支持率はあまり上がっておらず、自民と立憲が少しずつ伸ばしたようになっています。しかし連日演説には多くの国民が足を運んでいる模様です。まだ声が潰れていない玉木代表が演説で珍しく欲と夢を語り、投票を強く訴えたところをご覧ください。今回の選挙の争点、私たちは経済政策だと思っています。もちろん政治と金の問題は今回の選挙が始まる大きなきっかけとなりました。でも政治と金の問題だけで私はこの選挙やるのはもったいないと思っているんですよ。確かに自民党はけしからんし、政治と金の問題、不記載の問題、裏金問題、あってはならない問題です。でもただ同時に、自民党がダメなら、じゃあ野党はどんな政策で、自分たちの暮らしを生活を良くしてくれるんだ、あるいは、台湾海峡有事をはじめとした外交安全保障、大変厳しくなっています。そんな中で、じゃあ野党は、野党に任したら、外交や安全保障政策はどういう政策でやるんだ、日本ちゃんと守れるのかということもまた多くの国民の皆さんは厳しく見てると思うんです。だから私たち国民民主党は政策でこの選挙をちゃんと戦いたいと思っています。皆さんに選んでいただく政策をきちんと提示をして、それを選んでいただかないと、ただ政治と金の問題、白だ黒だだけではあまりにも荒っぽすぎると思うし、皆さんはもっといろんなことを考えているし、政治と金の問題その先を聞きたいと思っている国民の皆さんいっぱいいると思うんだよね。
だからそれに応える政治を我々やっていきたいと。国民民主党はまだできて4年です。マイナーなんでね、あんまり知られてなくてね、地味だし私も、だからあんまりパフォーマンスも下手くそなんですけど、でも政治はパフォーマンスしなくていいんだよ。一つ一つ皆さんの生活を暮らしを日本をよくできる政策をちゃんと出して実現していくこと、そのことをちゃんとやるのが本来の政治の役割じゃないですか皆さん。だから私たちは今回の衆議院選挙の政策の柱に手取りを増やす経済政策を正面に掲げました。今民間の努力で賃金が上がり始めています。でもせっかく上がった賃金所得を税金と保険料で取り上げるから、皆さんの手取りはちっとも増えてません。そうじゃないですか。実際今年の8月の消費支出はマイナスになりました。実質賃金も6月7月ボーナスの影響で結構ようやくプラスになったんだけど、ボーナスの影響がなくなったらまた8月マイナスになってるんです。だから手取りも所得も増えない。一方で国の懐、これは今年の8月の税収、去年の8月に比べて 25.8% も増えてる。ご存知ですか。国の懐は去年に比べて2割以上増えてる。皆さんの給料所得2割5分以上増えてる人何います。年金受給者の方で皆さんの年金1年間で2割5分も増えてますか。増えてないんですよ。つまりね、皆さんの国民の懐の豊かになるその増加率より税収の増加率の方が高くて、国にはどんどん入ってくるけど皆さんの手取りがちっとも増えないようになってるんですよ。だから私たちはまず国民の皆さんの手取りを増やす政策を、減税と社会保険料の引き下げと、そして高止まりしているガソリン代電気代を下げることによって手取りを増やす経済政策をやっていきたいと思っています。そういう政策を具体的にやりたいんですよ。できもしないことを言ってね、そういうことで勇気は全くないわけ。だから今回の選挙は国民民主党に力を貸してもらいたい。でちょっと欲言っていいですか、夢言っていいですか。今回の選挙で21議席取りたいんですよ。なんで21って言ってるかというと、今7議席しかないんで3倍に増やさなきゃいけないんで相当大変なんですよ。相当大変なんだけど、今朝の朝日新聞見るといけそうになってきてるんで力貸してほしいんですよね。皆さんのために、皆さんの手取りを増やすために。でなんで21議席が必要かと言ってると、衆議院では21議席あると国民民主党単独で法律を国会に提出することができるからです。で今私が言ったような基礎控除を増やそうとか、給与所得控除を増やそうとか、年収扶養控除を復活させようとか、これ全部所得税法など法改正を伴うんですよ。だから法律出さないことには政策実現しないんで、21議席になると我々国民民主党が今言ったことを単独で法律書いて国会に出して政策が実現に近づくんですよ皆さんね。力貸してほしいんですよ。でどこに入れようか迷っている人いると思う。で1枚目の投票用紙は残念ながら我々ね、まだちっちゃいから全部出し切ってないんで、いろんなこと言ったって、玉木さん、その国民民主党の公認候補者いないじゃないかって言ったらいないんですよ。いないんです。だからこれ残念なんだけど、でも2枚目の投票用紙にはどこに住んでいても、都内どこでも、神奈川県でも千葉県でも香川県でも大分県でもどこでもいい、2枚目は国民民主党と書けるから。でお願いなのは、略さずに国民民主党と書いてもらいたいんですよ。略して民主党とか書いちゃうと減税だと思ったら増税だったりするからね。これはね、気をつけてほしいんですよ。減税をして皆さんの手取りを増やしたいと思ったら、間違わずに略さず国民民主党、国民民主党と書いてもらいたいんですよ。それはさっき言ったように何回も言いますけど、皆さんの具体的に手取りを増やす政策を持っているのは国民民主党だけだからなんですよね。学生さん、今パートで働いている皆さんだけじゃなくて、
全ての働いている皆さん、皆さんの所得から控除する額を増やして、皆さんの課税対象所得を減らして減税していきますから。で、こんな30年も前にできたね、古いもうゾンビのような税制やめましょうよ。で、もう一つ言いたいのはね、最後に政治と金の問題、私あんまり言わないけど、一言だけ言いたいのはこれね、裏金問題ってのは脱税問題なんですよ。だってまともに何に使ったか明らかにしないのに1円も税金払わない、こんなの民間ないよね。で、いや、ちゃんと政治活動に使いましたから大丈夫って言うけど、嘘を言うなよ。もう辞めちゃった堀井学さん、サウナに行ってたじゃん。で、秘書に渡して違法な香典配ってたじゃん、葬式で。嘘ばっかりじゃないか。だって私この裏金問題を見て感じたことはね、やっぱりね、自民党の皆さん基本的に間違ってるのは、税金が自分のものだと思ってるんだよ、公明党の人も。でね、税金は自民党のものでも公明党のものでも財務省のものでもないんだよ。税金は払っていただいた納税者皆さんのものなんだよ。だからその税金をちゃんと皆さんのために使うような、そんな政治に変えていこうじゃありませんか。皆さん、取りすぎた税金は返します。そして稼いだ人がその豊かさをちゃんと実感できるような、そんな政治に、制度に、政策に、国民民主党を変えていきたいと思いますので、どうか皆さん、今回の衆議院選挙は国民民主党、2枚目の投票用紙には略さず国民民主党と書いていただきますと、皆さんの手取りが出ますからね。で、みんな言ってください、お友達やお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、ね、今回は国民民主党、なんか田口さんが新宿で言ったから頼むよって言ってくれればね、これが大きく広がっていきますから。日本変えたいんです。真面目に働く人が報われる、そんな社会に変えていくために国民民主党、最後の最後まで頑張りますので、どうぞ皆さんの後押し、ご声援、一票よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。